こんばんは、ここはつくば店です。今日はマタニティドレスのご紹介させていただきます。こちらは従来からあったものなんですけど、一番人気な、アイボリーで、チューブトップとロングスカートがあって、あとは髪飾り、鼻かんっていう感じで、お腹をしっかり出して撮影できるスタイルになってます。はいはい、こちらも同じくマタニティドレスです。こちらさっきと比べてちょっと白さが強いちょっと、さっきのアイボリーのちょっと黄色っぽい感じじゃなく、本当に真っ白な感じのマタニティドレスで、丈も全然違うので、着ていただいて好きな方を選んでいただくっていう感じになってますね。はい、あとは、付属品といいますか、こちらかわいい、お花のチューブトップもございます。これはうちのスタッフが、手作りですごい作ってくれたものなんですけど、クオリティも結構高くてすごいかわいいです。結構華やかな感じになるので、シンプルなんだけど、もうちょっとなんか工夫したいなっていう方とかはすごく可愛いかなと思います。はい、続きましてこちら、新しくこちらもですね、実はスタッフの手作りです。すごい、これ私一番好きかもしれないってぐらいおすすめなんですけど、結構大きめのチェック、黒白のギンガムチェックっていうんですかね、これもに、のセットアップ、チューブトップと、ロングドレスで、こちらはカジュアルにスニーカーとか履いちゃってもすごく可愛いと思いますし、こういう麦わら帽子とか、あとは例えばなんですけど、こういうハットとかでちょっと可愛くもかっこよくも変身できる感じで、黒の、サンダルとかもヒールとかも可愛いと思いますし、もちろん妊婦さんなのでぺったんこの黒いものとかでもすごくおしゃれに可愛く撮れると思います。あとは付属品としては、これはマタニティドレスの時とかも全部そうなんですけど、こうやって羽織れる、こっちか、片手なんで、すいません、こういう羽織れる、ボレロみたいなのもあるので、少し恥ずかしいなって方はこういうのかけてあげても可愛いかなと思います。はい、続きましてはこちら、あまりお腹出したくないなっていう方とかは、こういうのがいいのかなっていうのあるんですけど、せっかくマタニティー私服で残すんだけど、私服何着ようかしら、あんまりいいのないなで悩まれる方結構多いので、こういうシャツとズボンっていうシンプルなものもで、ちょっとだけお腹せっかくなら出していこうかなって時は、ボタン何個か外してお腹見せることもできますし、あと、このシャツにさっきのギンガムで合わせて、ここのところをこう縛ってで、ボレロみたいな感じにしてお腹を出すのもいいのかなと。すごく可愛いですね。一回やられてる方もいらっしゃったんですけど、すごいなんかカジュアルでなんか自然体でいいなと思いました。はい、こちらもマタニティで、あまり着るものないなって方にも着ていただけるように用意してあるものなんですけど、ストライプの、シンプルなワンピースになります。このままでももちろん可愛いですし、お腹のとこ手で押さえれば結構お腹も目立つので、あんまり露出したくないなっていう方はこういうので記念に撮ってもいいのかなと思います。あとも普通に撮影に来ていただいた方で、着替えたいなっていう方とかも全然使っていただいて大丈夫なので、で、あとはさっきの麦わら帽とか合わせると今の時期にぴったりなんじゃないかなと思います。
すごくもうこれだけでも可愛い、うん、こんな感じでいろいろ組み合わせとかも自由なんですけど、とりあえず一通り紹介させていただきました、一緒にねコーディネートとかも考えていければなと思います、素敵な記念になるようにこういうお衣装とかもご準備させていただいておりますので、ご要望とかありましたらぜひぜひどんどんお聞かせいただければと思います。はい、じゃあ今日の YouTube でした。また明日も見てくださいね。バイバイ。